はい、到着。
か面白い形になったね。へえ、いい感じ。ほい、一周ぐるっと。カンソロだぞ、カンソロ。カサギでカンソロやで。ありえへん。すげえ。誰もいない。最高だね。いや、素晴らしいね。ビシュ、まあこんな感じでカータープインですね。はい、もうええ時間や。おお、綺麗な。今日はちょっと狭いね。ごめんね。今日はもうしょうがない。うわ、もう映らへん。はい。ごめんね、今日は。みんなこっちだよ。うわ、ビスが。車一体型やからね、今日はね。はい。それでは調理の方していきます。もう米は、今水漬けしているので、おでんを作っていきます。っていうか、もう昨日おでん作ったんで、それを温めるだけ。もうものすごい今日は簡単。はい、できました。やっと完成。結構手間かかったな。うん、カーテンつって、シェード、こっちもこっちも。後ろはね、 あるんですけど、こう意味ないからテントの中やし。これで完璧じゃ。ご飯炊きしていきます。よいしょ。さすがに狭いなしょうがない。今日はこのテーブル一つしか持ってこないから。換気扇というか扇風機、中の空気抜かなあかんからね。
寒いのはストーブ炊いてるから大丈夫やけど、はい、でそこにテーブルで素が大きい、これで多分夜は完璧だと思います。その空間がいいね、座席の間。だいぶ吹いてきました。なかなかおしゃれ、キャンドルもついてるし。何度、幕内12度、いい感じだね。おでんは、わあ、おでん、もう少しやね、もう少し我慢。お腹減った。よし、ご飯も炊き上げたので、暑いな。手袋も何でも今日は持ってきてないからな。よし、はい、あっち。よいしょ。こっち。手袋ないからしょうがないですね。出た、オープン。暑っ。あっち。美味しそう。食べるじゃん。よし。出来上がったおでん。美味しそう。ではいただきます。ご飯けたかな。あ、うまい。ご飯がうまい。大根だよね。うわ、うわ、とろとろ。よいしょ。卵は2個持ってきたからね。よいしょ。いただきます。うまっ。めっちゃうまい。あったまる。最高。知っといても良さそうやな。あ、おいしい。熱い、体温まる。うん、うん、これは美味しいね。まあ、うまそうに食ってること。おいしい、ゆっくり食べな。おいしそうだね。おいしそうだね。素晴らしい食欲や。
どん早いね。ゆっくり食べなさい。はい、それでは、寝床を作っていこうと思います。さあどうしようか。とりあえずダウンハガーでも何でもない、今日は寝袋を持ってきたからな、多分大丈夫やとは思うけど。よいしょ、どんどん疲れてきた。暑い、なんか暗くなったね。よいしょ、どっちみち安全専用されるんやろなとは思うけど、よし、完璧。スワオキ、よいしょ、スワオキさんで電気もオフ、いけやからな。ここで17時間は大丈夫。毛布どんだけ持ってるの。よし、これが車の中とは思われへんじゃん。いやよし、今日はハリーポッター最初の方のやつが見たくて持ってきて、これ見ながら寝ようと思います。まだまだ早いからね。あ、見えへんのかこれな。これか。17度はあったかいよね。よし。ま、紅茶の用意もしてるんで、ゆっくりしたいと思います。で、下はというとこんな感じになっております。いいね、あんたたち。あったかいでしょ？下マットいっぱい敷いてるから。はい。おいしい。まったりゆっくりだね。お前さんだよな。土産がある。ちょっと寝てとこんな時間になってしまいましたが、お腹が空いたのでカレーうどんを食べたいと思います。これジンパチのカレーうどんって言うんですけど、世界一うまいカレーうどんやと私は思う。すごい美味しいよね。よし、じゃあ作っていこう。肉カレーにしたいのでお肉は持ってきました。見る？って見えへんのか。こっちか。
高なんだよね、このカレーうどん。これ食べたら他のカレーうどんが食べれなくなるそのぐらい美味しい。美味しそう。炊き上がったので、いただきます。うん、最高。この頃、後ろはどうなってんの、あんたたち。そこおんのか、いけるのか。何すんの。私はご飯食べてるよ。ごちそうさまでした。完食。あったまった。はい、おはようございます。ただいま8時3分。9度。気候は全然大丈夫、温度は全然大丈夫なんですけど、雨がむっちゃ、もう大雨。これは倒れるし、風でえらいことになっとるぞ。びっしょびしょ。いやいや、去年8回キャンプやって7回雨で最後雪。今年初キャンプが大雨。前途多難じゃ。どうすんねん。俺撤収すんの嫌やん。いやー、もうなんかえらいことになっとるぞ。裂けてる膜が。どうよこれ。ここどこおんの。ここおった。カーテンつってる。もうこの真ん中だけ安全ちゃ安全やけど。うわ、曇る曇る曇る。お茶も飲まれへんやん、これじゃ。あー、やだやだ。雨がとりあえず止んだので撤収していきたいと思います。あー、長かったなこの雨も。はいはい、お疲れ。大丈夫か。はい、お疲れさん。ここ何してんの。よし、出たあかんぞ。出るなよ。なんかあそこ避けてるけど。よし、撤収するよ。待っててね。撤収するよ。撤収完了ですね。はい。結局びしゃびしゃには、持ち物が全部びしゃびしゃになってもた。お前たちもご苦労さん。結局雨は10時間ぐらい降ってたかな。乾燥やけど、雨やから、あんまり面白くなかったね。まあ、犬は遊べてよかったけど。疲れた。さ、安全運転で帰ります。